救急車は、傷病者を病院などの医療施設まで迅速かつ、安全に搬送するための車両である。自動車のない時代から救急車は存在し、馬車や人力車が用いられていた。自動車が発明されてからは、自動車が主流となっている。寝台車のくくりだが、救急車は公共機関や医療機関が使用し、 信頼者はタクシーなど民間事業者が保有し、特に緊急度の低い患者を輸送する者は、患者搬送者として区別される。初めて救急搬送専用の車両が登場したのは、19世紀初めのナポレオン戦争であり、ドミニクジャン・ラーレイが発明したとされる。ナポレオン軍の軍以上に任命されたラーレは、戦勝者への迅速な治療のため軍救急部隊を編成し、 戦場にあっても傷病者がいち早く野戦病院へ搬送されるシステムを構築した。この時傷病者搬送に使用された車両が最初の救急車だとされている。救急車という故障はアメリカ南北戦争の時に始まった。当時は馬車が救急車として使用され、馬車救急車と呼ばれていた。これらいずれも戦場で負傷した戦士の迅速な治療を行う上で、 大きく貢献した。大衆に自動車が普及し始めた1920年代以降、救急車は自動車をベースに製作されるようになり、20世紀後半以降多くの国、地域で自動車が救急搬送の主要な手段として採用されている。また、陸路を走る救急車を保管するために、救急ヘリや救急船などが新たに開発された。 ヨーロッパやアメリカなどでは、地方都市間の距離が長く、山岳地域も多いことから、搬送時間短縮のため救急ヘリが広く普及している。このように地形などの事情で救急ヘリを使った搬送が多い国もある。救急車も改良が重ねられており、先進国を中心に高度な救命処置をしながら搬送できるよう車内のスペースを拡大したり、 子供用の救急車を作るなど、高度な医療機器を積載して、すべての年齢層に対応できる、要救命率の向上を図っている。その一方で21世紀に入ってからも、開発途上国や紛争が続く地域では十分な数の救急車が整備されていないか、傷病者を救急車で搬送する制度が、未だ整備されていない状況が続いている。救急車の歴史は、戦争。 軍事と深い関係を持つ。戦時国際法の下で、赤十字章をつけた救急車は戦闘中であっても、攻撃されず傷病者を搬送することが認められている。救急車の武装は許されていないため、衛星兵は武装解除してから同乗する必要がある。ただし発煙弾発射機など、防御のための装置は搭載できる。本節では、自動車の救急車について説明する。 世界的に見て、救急車はトラックをベースにした車両と、商用ワンボックスカーをベースにした車両、商用版をベースにした車両が大半を占めている。また、各国が定める救急車規格を満たす必要がある。そのため、救急車用に改良を施し性能を向上させた特装車に偽装されることが多く、規格等により価格に差がある。車体には、 地域の住民や外国人にも救急車だと識別できるよう、アンビュランス、エマージェンシーメディカルサービス、所属名、緊急通報用電話番号、スター・オブ・ライフなどが描かれている。救急車は各国の法律に合わせ、緊急車両として、サイレンアンプと青色や赤色、または大々色、緑色などの回転系光灯または LED 点滅系光灯を装備している。 また、救急車は専用の塗装が施されており、世界的に見ると白色に、赤十字の配色である赤色または、蛍光橙色ラインの車両が多い。ヨーロッパでは黄色を主体に、蛍光の黄色と緑、または、橙色のチェック柄模様が、ライン状に施されている車両が多い。アメリカでは、各都市の消防、病院、民間救急サービスごとに塗装色が違い、白地に、 青ライン、赤字に白ラインなどいろいろな車両がある。日本では白字に赤いラインが引かれている車両が多数を占めている。救急車の前面にアンビュランスや救急などの文字が鏡文字で描かれていることがあるが、これは救急車が後方から接近していることをルームミラーやドアミラー越しに見た時に認識させるためである。車内は 安定した姿勢で処置が行えるよう広い空間が確保されており、ストレッチャーバックボードネックカラーなどの医療資機材、毛布、AED、外傷用応急処置セット、酸素ボンベなどを搭載している。また、先進国を中心に救命救急処置用の医療機器、医薬品を搭載する救急車が増えている。救急車の運用は各国の法令により様々な形態をとる。 救急車を運用する機関は、主として医療機関、救急専門機関、消防機関などであるが、国によって状況は大きく異なる。日本やイギリスなどでは、救急は行政サービスの一つとして位置づけられ、自治体や中央政府が主要な救急車運用機関となっているが、アメリカ合衆国などでは、必ずしも救急は行政サービスではなく、 行政が救急車を運用している地域もあるが、民間企業が有料で救急搬送を実施している地域やボランティアが担っている地域も少なくない。多くの国、地域では救急車を必要としている人が救急車を迅速に呼べるようにするため、救急車を集中的に管理する施設を設置し、救急車の出動を要請する電話を一元的に管理している。 救急車の呼び出しを行うための電話番号は通常の電話番号とは違う緊急電話の取り扱いを行っている国、地域が多く覚えやすく比較的多数が少ない電話番号を使用している場合が多い救急車に登場する人員は運転手、医師、救急隊員などである国、地域によって登場すべき人員が定められている運転手も救急現場では 救急活動に携わることがほとんどである。また、消防機関や警察が救急車を運用していたり、救急専門機関が設置されて、救急車運用を担っている国、地域があるなど、救急車運用の形態は非常に多様である。救急車は迅速性が求められることから、多くの国、地域で優先走行が認められている。例えば、赤信号でも、 優先的に進行したり、渋滞時には対向車線を走行することが可能となっている。海外で救急車を要請する場合、ほとんどの国で有料であるため、海外旅行の際は保険に入ることを各国の外務省が推奨している。救急車を呼ぶ場合、地方自治体の消防本部へ直通でつながる緊急通報用電話番号を百十九に日本語で伝える必要があるが、 最近では外国人観光客の増加に伴い英語や中国などに対応する多言語コールセンターを介した同時通訳サービスを導入している消防本部が増えており2020年の東京オリンピック開催までに全国の消防本部で導入される予定である。救急車を呼ぶのに国籍、人種、納税の有無は一切問わない。利用料も無料である。 医療機関も独自の救急車を所有している。患者がその医療機関で外来受診中や入院中に転院搬送が必要になった場合に運用され、患者搬送料金は無料である。近年では救急車の必要性が低い自分で病院に行ける軽度の症状にもかかわらず、タクシー代わりに救急車を呼ぶ例が増加し、問題になっている。また、 出場件数の増加に伴い、救急隊が常に出場した状態になり、消防署にほとんど帰ることができない問題が発生している。救急安心センターでは、以上の問題点を解決し、また救急車を呼ぶ判断や医療機関に行くべきかの判断を相談できる窓口として開設された。各地方自治体でも救急車の適正利用を呼びかけて、 救急車の必要性が低い傷病者の利用増加を抑える取り組みをしている。台湾で救急車を呼ぶ場合、日本と同様緊急通報用電話番号119に台湾語で伝える必要がある。中国語でも通じる。自治体の消防が運用する救急車が来る。数年前まで無料だったが、軽度の症状で救急車を呼び、 救急車の運用に支障をきたす問題が深刻化したため、2012年12月に台北市が非重症者の利用を有料化する条例を実施した。費用は600から1800元とされている。緊急を要する場合は従来通り無料。その後、各地の自治体が追随し、同様あるいは類似の条例が制定された。条例施行後も緊急性を要する場合は従来。 通り無料である。救急車を呼ぶ場合、緊急通報用電話番号を122中国語で伝える必要がある。中国の救急車は有料で搬入先の病院で走行距離に応じて料金を請求される。北京市では2016年5月から救急車に料金メーターが取り付けられ、初乗り3トルまでが50円。 その後 1km ごとに7元課金となった。欧米メディアは回り道を懸念している。地域や病状によって異なるが、意識がある傷病者や傷病者に家族が付き添う場合などでは料金を先払いしなければならない地域もあり、目安の金額より多めに料金を払わないと乗車拒否されることもある。本当に生きるか死ぬかといった状況でなければ、先にお金の支払いを求められる。 中国の病院では最初に窓口で一定額を先に払わなければならない。また支払いは受付時だけでなく医師の指名料、カルテ作成料等々いろいろな場所に並んでそれぞれの支払いを済ませないと途中で治療が停止するので注意が必要である。急な病気や怪我の場合に備えて旅行前に海外旅行障害保険へ加入することが推奨されている。 オーストラリアで救急車を呼ぶ場合、緊急通報用電話番号を000に英語で伝える必要がある。オーストラリア人以外の外国人はすべて有料。料金は週によって異なる。初乗りは1万円6万円ほどで、タクシーのように搬送距離に応じた加算が行われる。ため、料金は高額になる場合が多い。特に、夜間、休日は、 割増しでさらに高くなるため、救急医療のすべてをカバーした保険に加入しておく必要がある。搬送された病院で救急医療を受診し、手術や入院をした場合、医療費が数百万円単位の金額になることがあるため注意が必要である。救急車を呼ぶ場合、緊急通報用電話番号を911に英語で伝える必要がある。 救急車の料金は週により異なる。搬入先の病院指定はできない。ニューヨーク州では600ドルほど請求される。カリフォルニア州では基本料金にタクシーのように搬送距離に応じた加算が行われる。救急車の中で受ける応急処置にも医療費が発生する。イリノイ州シカゴ市では一時救命処置の基本料金に1342ドル、二時。 救命処置の基本料金は2734ドル、酸素28ドル、1マイルごとに19ドル課金される。搬送された病院で救急医療を受診し、手術や入院をした場合、医療費が数百万円単位の金額になることがあるため注意が必要である。民間に有料の救急車派遣会社が存在し、搬入先の病院を選べるサービスがある。フランスで 救急車を呼ぶ場合、緊急通報用電話番号、を、15サムにフランス語で伝える必要がある。サムへ通報した場合、通報内容は24時間待機している医師によってトリアージされ、軽症と判断された場合は電話で応急処置の方法を指導された後、自分で近くの診療所へ行くよう促される。重症と判断した場合は、サムのヘリコプターを飛ばすこともある。 なお、サムの救急車、ヘリコプターともに医師が必ず同乗する。救急車の利用料金は地域によって基本料金に走行距離料金が加算される距離、課金式と30分あたり約250ユーロの利用時間課金式がある。消防機関緊急通報用電話番号18または EU 共通緊急通報用電話番号112 に通報し消防の救急車を呼ぶことも可能だが、フランスでは医師に早期から処置をしてもらえるサムへの通報が一般的である。消防機関による応急手当、搬送の場合は無料。救急車は、公営のものは緊急通報用電話番号118、または EU 共通緊急通報用電話番号112で呼ぶことができ、料金は無料。 搬入先の病院指定はできない。公営で救急車を呼ぶときはほとんど英語が通じないため、イタリア語で伝える必要がある。民間に有料の救急車派遣会社が存在し、搬入先の病院が選べるサービスがある。同じく有料だが、私立の総合病院では、病院独自の救急車を呼び搬入してもらうサービスもある。私立の総合病院では、 ほとんどの病院で英語が通じる。ドイツで救急車を呼ぶ場合、EU 共通緊急通報用電話番号の112にドイツ語で伝える必要がある。救急車利用料は有料。通報内容に応じて医師が同乗する専用の救急車が手配される。医師が同乗する場合は、利用料金に約100ユーロほどプラスされる。 救急車の利用料金は救急隊員の施す応急処置の内容や走行距離によって料金が大きく変わるが最低でも約300ユーロから500ユーロほどかかる。ドイツでは搬送される傷病者以外の一般人は救急車への同乗が許可されていないため同行者はタクシーで搬送される病院へ向かうことになる。ドイツの救急車は 軽症の傷病者を搬送するクランケンワガンと中等症の傷病者を搬送するリートチューングスワガン命に関わる重症の傷病者を搬送するために医師が同情するノーテル節ガンがある。ありがとうございます。